近年、海上保安庁の巡視船の新造が進められているみたいだね。日本は島国だし、すぐ近くに仮想敵国がいるもんね。海の防衛は重要になってくるな。数の防衛力に屈しない良質な艦艇と乗組員の確保は必須だと思うぜ。そうだね。そんな中、最新鋭艦である巡視船暁もすでに引き渡され、尖閣、南西諸島の監視活動についているみたい。尖閣諸島で起こっている中国の大暴風、それに対抗する日本の切り札であるこの黎明型巡視船と、日本の姿勢について、ぜひ多くの国民のみんなに理解してもらいたいな。そうだね。今回はそんな大型巡視船である黎明型を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現状において、尖閣諸島周辺における中国海警局の横暴な行動は、日増しにエスカレートしていると言って過言ではないよね。特に2021年に入ってから、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国公船の侵入が相次いでいる状況で、領海の外側にあたる接続水域への侵入まで含めると、2020年の4月から連続して111日間にわたって侵入を繰り返し、過去の1年間の悪しき実績を、昨年は6月時点で越す勢いだったし、中国の横暴がさらにエスカレートしていることが伝わると思うよ。そもそも、尖閣諸島周辺海域に侵入してきている中国公船は、中国海警局の船が多いんだが、この組織は海上保安庁とロエトへの組織ではなく、むしろアメリカ海兵隊とロエトへの軍事組織所属の船舶なんだよな。この組織は海上保安庁とロエトへの組織ではなく、むしろアメリカ海兵隊とロエトへの軍事組織所属の船舶なんだよな。日本の領海内を伺うかのように勢いよえと活動しているってわけだ。このように、中国海警局の船舶の勝手な侵入が相次ぐ中、2021年5月28日には、八重山漁協に所属する第一桜丸を含む3隻の日本の漁船が石垣島から出港しており、尖閣諸島周辺海域において中国海警局の船舶からの妨害を受けて寄港する事件が発生するまでに至ったんだ。この第一桜丸に関しては、ある日本の右翼活動家がチャーターして尖閣諸島への上陸を目論んでいたとの説もあり、そのことが中国当局をより強硬な対応に導いたとの憶測もあるみたいだけど、どんな場合においても日本の領海において他国が横暴な行動を取ることは許されないよね。海上保安庁も、このような危険な事態の発生を予期しており、尖閣諸島周辺海域へ配置についていて、大型船の海警船305が第一桜丸らに向かって接近することを防止しようとすると、海上保安庁の艦艇によりガードするような形で保護する行動をとっていたみたい。だけど、相手は軍隊と同様の船舶なのに対し、海上保安庁側はあくまで巡視船の域を出ない船舶であったことから、効果的な行動が取れたかというと、疑問が残る部分もあるんだよね。海上自衛隊は何をしているとの声も上がるだろうが、日本政府としては軍事力に対して軍事力で抵抗することを、あえて避けているような節が見られるな。もう少し、日本政府として断固たる声声を取ってほしいというのは、国民も思っているだろうぜ。となれば、現在日本政府が取れる行動は、もっと多くの大型巡視船を装備することになってくるのかな？そうだね。その動きとして、2021年2月16日、海上保安庁の最新艦艇となる黎明型巡視船の2番艦暁が就役し、中国公船の度重なる侵入と危険にさらされている、尖閣諸島を管轄する第10管区海上保安本部鹿児島市に配属されたってわけ。ここにはネームシップである1番艦の黎明もすでに配備されており、ここに暁が追加配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛強化をするためにも重要な役割を果たす意味を持つんだよね。さらに、2021年11月に就役したのは黎明型3番船朝月となっているよ。朝月は、2017年度予算に計上され2019年2月25日に寄港して以来、2020年12月15日に浸水後に偽装を進めていたもので、無事に引き渡し式を終えた朝月は、尖閣諸島を管轄する第11管区海上保安部石垣市に配属予定とされているみたい。こうして、ここに3隻の黎明型巡視船が竣工したわけだけど、この3隻をもって中国の横暴な行動に対してどの程度の抑止ができるのか、注目されるところだよね。特に気になる、艦のスペックについて詳しく解説していくね。黎明型巡視船は、基準排水量6500トン、全長 150.0 メートル、最大幅 17.0 メートルのサイズで、巡視船にしてはかなり大きいサイズとなっているよ。武装として、
ボフォース70口径 40mm 単装機12機、20mm 多重心機銃 M61 バルカン2機を備え、その他にも停戦命令等表示装置などを装備しているんだ。この停止命令表示装置は、国籍不明の艦船が停止命令を無視して逃亡を図ろうとするとき、相手の国籍に対応して周知を行う装置のことで、音声や LED による字幕表記などを備えた装置のことだね。そして黎明型巡視船から、巡視船のサイズを大型化したおかげで補給物資の積載量も増えていて、長期間の航行ができるようになり、荒海での走破性や安定性を向上させることも実現できているよ。その結果、冬に荒れる海域を航行する際も、船体が安定して任務を継続する能力が向上したってわけ。また、船のサイズが大きくなったことで、搭載するヘリコプターを大型化でき、ヘリコプターの搭載数を増やすことも可能になったぜ。ちなみに朝月には、キュララ氏の愛称で呼ばれる、ユーロコプター EC-225 スペルピューマ Mark II プラスを1機搭載しており、索敵能力も格段に向上したことが明らかだな。残念なのは、海上自衛隊の護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備することができず、あくまでも警察力の範疇の船舶として、必要最低限の武装にとどまっていることだね。巡視に特化した役割である以上、仕方がないのかもしれないけど、現場で体を張っている海上保安庁の保安官の身体の保護がなされることを心から願うばかりだよ。ちなみに海上自衛隊の最新鋭イージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量12250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦体で69,000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力を発揮できるが、スペックを比較すると、マヤ型護衛艦に対して黎明や暁もそこまで見劣りのする大きさではないので、もっと装備を充実させても良いのではないかとの声が根強く残っているみたいだな。気になるのは相手である中国海警局の対応だね。従来の中国海警局は、海上保安庁と同様に警察権限に基づく組織と理解していたけど、2017年以降には武装警察に連なる組織体へと改変されていることから、その後も兵装などの整備が進んだ結果、すでに軍隊に準じる武力を保持していると言っても過言ではないんだ。軍隊である中国海警局に、海上保安庁はいわば丸腰の状態で立ち向かわなくてはならないから、最新鋭の黎明型といえども、軍艦にはかなわない現実は直視しなくてはならないよ。そして、中国海警局の力は数も侮れないんだよね。日本が黎明型巡視船をどんどん建造しても、その数倍のペースで中国海警局は艦艇を装備していくからな。それも軍艦としてだぜ。というのも、領土獲得への野心を隠さない中国の行動は、中国海警局を先兵として用いる手法が上等化しているってわけだ。実際に東シナ海では、岩礁の上に人工島を建設して戦闘機や海警局の隊員を常駐させ、領土の実効支配を目論んでいる事実があり、このことがフィリピンやベトナムなどの周辺諸国の反発を招いているよね。領有権を主張する方法として、中国がよく使う実効支配は、周辺諸国の反発を無視してでも武力で領土を確保し領有権を主張するわけで、この流れは尖閣諸島においても同じ手段を狙っていることは間違いないんだ。実際、2021年に入って中国海警局艦艇の G 活動が激しさを増しており、漁船を伴う大量の艦艇の侵入に、海上保安庁の巡視船だけでは対応が難しくなっている状況だよ。海上保安庁は、巡視船の数を増やして対応しているものの、先ほど説明したように、中国海警局の艦艇は年々増強され、同時に武器の数も増え、軍艦と同じレベルの艦艇で乗り込んで来られると、海上保安庁の負担も重くなってしまうんだ。尖閣諸島は日米安保に守られているから大丈夫、と考えるの想定だぜ。アメリカ政権が共和党へのトランプから民主党へのバイデンへと移行したことで、中国は好機と捉えている節もある。なぜならトランプほどバイデンが強圧的ではなく、交渉によって利を得ることが可能であると考えているようで、同時にアメリカは軍事力を行使しないと高をくくっているようだからな。
実際にアメリカがどのようなことを考えているのかはわからないけれど、少なくとも中国はアメリカは日本のために軍事力を行使しないとわかってしまったら、その翌日に尖閣諸島に中国の旗がはためいていても驚くことはないだろうね。アメリカに頼りきりで、守ってもらえると思ったら寝首をかかれちゃうってことも十分考慮しておくべきだね。現状において、尖閣諸島の周辺海域では海上保安庁の艦艇は日本の漁船の操業を妨害されないように、侵入してくる中国航船から防護することができず、もちろん武力行使はできないんだ。攻撃しないとわかってしまえば、中国海警局艦艇が攻撃する気になることもあるだろうからね。武力衝突を見越して、海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきだとの強硬意見も高派などから出ているけど、それを戒める論説として先に手を出したのは日本だと指摘を中国に言わせないことが重要で、慎重に対処すべきであるという意見の方が、現在の日本の主流とも言えるよ。仮に、海上自衛隊の艦艇を投入したとしても、中国海警局側から攻撃を受けた場合に具体的な対処に関して本質的な問題は避けて通れず、正義主導での判断が求められることは避けられず、殉職者が出ないと根本的に動けないと揶揄されている。日本政府の体質は変わりないという現実は未だに変わっていないからな。実際、身の危険を感じてやった行為であれば自衛隊隊員と同様、海上保安庁職員に対しても絶対的な国際法で守ってほしいと強く願うばかりだよね。それだけの使命を持って活動してくれている各位に対して、まずは法律の傘をしっかりと与えてほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。